はい、ポンちゃん。今日は、北方ラーメン、原来軒さん、来ました。原体験。はい。北方ラーメンのね、元祖って言われてて、一番最初に始めたっていうふうに言われてるな。元祖。うん。はい。まあ、行ってみましょう。はい。入るよ。まあ、お店の中は、ちょっとこじんまりした感じだけどな。ああ、もうやっぱり有名人の色紙とか写真がいっぱいあるで。あやっりぱりますね。有名店やな。有名店やな。三大ラーメンやからな、北方ラーメンは。そうなんですよ、ポンちゃん。北方ラーメンは三大ラーメンで、あとの二つどこだか知ってます？札幌と博多やろ。さすがポン。そラーメれ。ン好きやもん。ほら、これが現代研初代の。あ、初代の。バンさんっていう。バンさん。まあ、バンさんの今、2代目さんが多分お店やってらっしゃると思う。まあ、これ、ほら。おいしいと、眉毛が動くんですよ。まあ、これ、ほら、来たで、パンちゃん、チャーシュー。おや。お、ナルトさんがかわいいな。ナルトど真ん中に入ってるね。いいって書いてる。いいって書いてるな。いいね。こっちは、味噌タンメン。味噌タンメンやな。北方ラーメンといえば、まあ、豚骨とな、大体武士を使った、あのつゆがな、まああれなんやけど、まあ、大体最近は鶏ガラも使っとるな。鶏ガラもな。あ、どうやポンちゃん、この北方ラーメンの麺な、高杉の平打ち縮れ麺か。ちょっと太麺やね。ちょうど太麺やな。まあ、最初太麺ちょっと慣れんかったけどね、だんだん食べていくと、なんか細麺今度物足りないみたいな。北方ラーメンにはなんかもうこれがセットやな。太麺がセット。ああ、そんな感じ合いまするな。北方ラーメンって言ったらやっぱりこの高水をやっと縮れ麺、チューブとか美味しいものはすする TV な。言っちゃうやろ。止まります。止まりません。ノンストップで行かさせていただきます。やっぱりこの昭和の2年からの屋台を引いて、ここのバンさんというな、初代の人が始めて、それから、まあ、北方ラーメンでも有名な、ナイトとかな、食堂とかな、みんなそこから始まって、まあ、派生したって言ってる感じ。やっぱり元祖は元祖だな。元祖。わあ、行くね、ポンちゃん。ありがとうございます。まあ、そういうことになると、やっぱりラーメン食べてるとつい鼻すすってしまう。鼻水も汗水も出ます。汗も出るからな。このなあ、なかなかこの澄んだスープ、なあ、やっぱりこれがまたな、奥深い味やで。一回食うたらやっぱりまた食いたくなるね。たまりませんね。そる味や。すすやないな。そそるや。そそるやろ。そうすすやるやない。そそるや。まあ、ポンちゃんもシェアして、ちょっとこの人な、チャーシューに行ってみ。どうや、ええやスろ。ープ美味しい。これ、醤油、これ元祖醤油味って感じ。ああ、なあ。ここが北方ラーメンの発祥やて。これから私、醤油ラーメン好きになる。そうやな。醤油っていうかな、まあ、いろいろあるけどな、やっぱり北方のはやっぱりまたちょっと特別、この武士を使ったっていうのが、ワテにとってはな、こう特徴的なような気がするよね。北方ラーメンイコール武士みたいな。武士、本当、武士系ラーメン。まあ、豚骨や鶏ガラはどこでも使っとるからな。一気に食ってしもうたよ。汁がかな、後を引くよ。いきますね。スープがな、飲みたくなるんよ。どうしたってこれがまたの。どこはまあ全部言ったら血圧上がるか思いながら飲んでしまう。だからスープは美味しいもん。スープ美味しくないとラーメンちゃう。そうやね。ほらもうなくなってしまうで。もうでも麺、スープだけでもダメなんや。麺との絡みがな。それは言える。ああ、ポンちゃん、原来軒さん、どうやった？美
かった。元祖や元祖、さすが三大ラーメンや。あ、こちらのラーメン屋さんはもうここが元にしとるで、うん、はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。